皆さん、こんにちは。衝撃の芸能 TV のお時間です。2023年2月に、弟子のマネジメント業務からの引退を発表した北島三郎さん。与作、祭り、北野龍馬など、日本人なら誰もが知っていると言っても過言ではない、国民的人気演歌歌手です。そんな北島さんですが、歌手だけでなく馬主としても活躍されており、その資産や年収は、桁外れだと話題になっています。また北島さんの体調についても心配する声があり、入院しまともに歩けない状況のようです。そんな中、北島さんの次男が孤独死をしたと衝撃のニュースもありました。そこで今回は北島三郎さんの経歴と驚愕の年収、孤独死の真相や自身の体調についてお話ししてみたいと思います。ぜひ最後までお付き合いください。それでは北島三郎さんのプロフィールからご紹介します。本名大野実、生年月日1936年10月4日出身地北海道知内町、身長161センチメートル。北島さんはニシン漁を営む父親の下で7人兄弟の長男として誕生します。しかし家族の生活は苦しく、1歳年下の弟が生まれると北島さんは祖父母のもとに預けられました。幸いなことに祖父母には大変可愛がられたそうです。しかし北島さんが小学校3年生の時にはニシン漁の斜陽化で生活は一気に困窮してしまいます。そのため両親は漁業をやめて農業に転業したそうで、北島さん一家は北海道の内陸部に引っ越しをします。北島さんはその時を振り返り、生活は楽じゃなかった、辛くて早く逃げ出したかったと語っています。そんな生活に心がすさんだのか、北島さんは高校に入るとぐれてしまい、函館山の教会の横の芝生で喧嘩に明け暮れたそうで、喧嘩は一度も負けたことがないほど強く、地元では有名な不良になったのでした。その一方で歌に興味を持っていた北島さんは、学校をサボっては岡春夫さん、田畑芳雄さん、三浦孝一さん、三橋道也さんなどのリサイタルに行っていたそうで、高校の時には NHK のど自慢の函館大会に出場すると、当時大ヒット中だった落ち葉しぐれを熱唱します。しかし結果は残念ながら鐘2つでがっかりしたそうです。それでも司会の宮田輝さんから、良い声して学生さんですか、お上手でしたのにねと言葉をかけてもらったことが心に染み、歌手を目指すことを決意したそうです。そしてついに北島さんが18歳の時、歌手になるために東京の親族を頼って上京します。北海道を離れる時、父親は桟橋まで見送りに来てくれ、船が離れると頑張れ、体に気をつけろと大きな声で叫んでくれたそうで、どんなことがあってもちゃんとした形で帰ってこようと覚悟を決めたといいます。上京した北島さんは音楽の専門学校に通い、ほどなくして流しの演歌師として渋谷で活動を開始。流しでは3曲100円で歌っていましたが、流しに対する世間の風当たりは強く、一時期はそんな世間に反抗し、喧嘩をしては警察のお世話になっていたそうです。北島さんは何度も北海道に帰りたいと思ったそうですが、当時東京から北海道に帰るには青函連絡船だけでも4時間半もかかり、その他の交通時間も合わせると現在の日本とアメリカくらいの時間がかかったそうで、だから逆にふるさとが遠くてよかった、辛くて厳しい時代が長くてよかった、神様かご先祖様か、うんと今寒い思いをしておけと俺に与えてくれた、この年になってこの道を歩かせてもらえるのはあの時があったからですよと、簡単には帰れない状況があったから今があると語っていました。厳しい下積み時代に転機が訪れたのは、そんな生活が7年も続いた後の1960年でした。ある日流しをやっていた北島さんにポンと1000円をくれたお客さんがいたそうで、驚いた北島さんは30曲歌わないといけないのかと思いつつも、ありがとうございますと1曲歌うと、その人から明日新橋の喫茶店で待っているから来なさいと言われます。なんとその人は日本コロンビアの芸能部長で、北島さんの評判を聞きつけて歌を聴きに来ていたのです。翌日北島さんが指定された新橋の喫茶店に行くと、
作曲家の船村徹さんを紹介されたそうです。この瞬間こそ日本を代表する歌手となる北島三郎の演歌の道の始まりとも言える出会いとなります。そして1962年、北島さんが26歳の時、ついに涙船という曲でデビューすると、いきなりミリオンセラーとなる大ヒット。北島さんは見事その年の日本レコード大賞新人賞に輝いたのでした。そして皆さんご存知の通り、演歌界の超大御所として日本人なら誰でも知っている大スターとなります。紅白歌合戦にはなんと通算51回も出場しています。そんな北島さんですが、最近では競馬の重賞である G1 を何度も勝った北三ブラックの活躍により馬主としても注目を集めました。北島さんは他にも様々な事業を展開しており、桁外れの年収だと言われています。現在は廃止されていますが、芸能人の年収といえば長者番付が有名です。これは納税額から収入を予測するもので、北島さんは2004年時には2億6000万円の年収があったと言われているようです。これは芸能人の中でも破格の数字です。そして一部では他の事業を合わせると年収は軽く10億円を超えるのではという噂もあるようです。北島さんといえば八王子に大豪邸があるということでも有名です。部屋の数は自分の名前の三郎にかけて36部屋あるらしく、敷地面積は1500坪という驚きの広さ。敷地にはテニスコートなどもあるそうで、総工費20億円とも言われているようです。そして馬主としても有名な北島さん、所有馬の中で特に有名なのは北三ブラックでしょう。2015年には菊花賞で優勝しています。北島さんはレース後の京都競馬場で祭りの北三ブラックバージョンを熱唱しました。1963年から馬主として活動している北島さんは、馬主歴は60年にもなります。事務所の社長と知り合いの演歌歌手春日八郎さんからの紹介で馬主になった北島さん、初めて所有した馬の名前は竜で、1000万した条件戦を勝利するなど活躍しました。北島さんは大野商事という個人事務所を馬主の名義としています。北島さんは馬主としてどれくらいの収入があるのでしょうか。 JRA によると北三ブラックの収得総賞金は18億7684万3000円で、 JRA 歴代でもかなり上位の実績です。そんな北三ブラックも2017年には引退しているのですが、守護馬入りに際し総額13億5000万円という破格のシンジケートが組まれたそうです。北島さんはこれまでに賞金を稼いだ馬だけでも100頭以上、1円も稼げなかった馬を合わせると250頭以上も所有してきたとのことです。そんな北島さんですが、体調不良で入院したと話題に上ったのは2016年9月のことでした。8月に自宅で転倒し、医師による診断の結果頚椎症性脊髄症であることが判明していました。この時には55周年コンサート2公演が延期されています。この時に頚椎の手術を行った北島さんはリハビリを経て再び歩けるようになりました。しかしその後も完全な回復とはいかなかったのか、10月に行われた芸道55周年記念パーティーの直後に倒れ、病院に搬送されたとの報道もあったのです。パーティー翌日にはファンの集いに姿を見せるも、予定されていた歌唱はなしとなった北島さん、通院しながらリハビリを続けていたといいます。2017年1月18日に開かれた船村徹氏の受賞を祝う会に参加した際には、まだ少しふらつくことがあると自身の体調について語っていました。そして回復に努めている最中の北島さんをさらなる悲劇が襲ったのです。2018年には北島さんの次男で元ミュージシャンの大野誠さんが東京都調布市の自宅で遺体で発見されました。死因は心不全、51歳でした。北島さんは愛する息子の通夜で喪主を務めた後に東京都内で会見し、大事な我が子が先に旅立ってしまったと号泣。独身で一人暮らしをしていた誠さんについて長男の龍さんは、去年から体調が良くなかった、肝臓が悪かったようだが疾患があったという話は聞いていないし、入院もしていなかったと話していました。子を亡くすという親として一番苦しい経験をされた北島さんですが、芸能生活60年となる2022年には
60年お世話になったけど、引退はしないよ。この道を一筋に歩いて終わっていくと思うけど、引退はしないで頑張ります、と力強く宣言されていました。しかし、寄る年波には勝てないようで、2023年2月には、まずは弟子たちのマネジメント業務から身を引くことを発表。27年間ホスト役を務めてきた BS テレ東の火曜番組、サブちゃんと歌仲間も3月末で終了が決まっています。いかがでしたか？北島三郎さんは現在86歳ですが、まだまだ貫禄はそのままですね。これからは業務を減らしながら引退はせず、自分のペースで歌手活動を続けていくようです。いつまでもお弟子さんや仲間に囲まれ、末永く元気で活躍していただきたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録していただくと次の動画も見ていただきやすくなります。それではまた。